ねえ、燃える大地。戦場を選んでください。敵がねえ。じゃあ個体が強いやつだったら、やっぱお兄様の超攻撃力でゴリ押しがいっちゃいい気がするわ。やっぱフレイ、フレイお兄様で行こう。装備の変更ができます。お兄様は強えからな。ダメージじゃねえぞ。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能。嵐の弓強いの？パーン！広い範囲に撃つ。ダメだな。通るの。これ最強だわ。フレイ、フレイヤの耐久力、でも耐久力はねちょっとダメなんだよね。みんな今日なんかマナすげえ使ってたじゃん、さっきのステージとかでも。だからちょっと不安なんだから置いておきましょう。さあ燃える大地52番いきましょうか。突如世界は炎に包まれた。炎の世界ムスペルヘイムに住むという魔人たちね、その大侵攻が始まったのである、ね、なんとかヘイムっていうのがなんか世界なんでしょうかね。ダイダラヘイムっていうのがあるかもしれない。俺の部屋はダイダラヘイム。突如ダイダラヘイムからダイダラが押し寄せてきた。ね。やばい。嬉しい。あれは何だ。行ってきます。アパートの名前見てたなって。ほんとそれだわな。炎に包まれた灼熱の世界。さあ、炎の巨人いっぱいいる。恐ろしい魔人が。これ何？炎のモブこれ。炎モブ？あれか。ちょっと待って。硬い。こいつ強いぞ。ちょっと待って、硬いってこれ。待ってやばいよこれ。全然効かねえ。え、待ってこれ強いんだけど、これやかんって。我々に勝利はない。それでもやるか。ちょっとこれ危険やぞ。かなり滅びる。上から降ってくんだけど、なんでだよ。なんで空から降ってくんだよ。しかも結構アクティブで挑戦できないのこいつら。でも敵超強えんだけど。そう、あいつ空飛ぶな。よし、おい、早く落ちろ、落ちろ。回復早いよ、ほんと。よし、おい、鎧ぶっ壊せってやつ。おい、かけえな、こいつ。かけえ、落とした。落とせ。落ちろ。消えされ、どすこい。部長、どすこい。いやしー、超強えなこいつ。超強えなこれ。槍で確実にやった方が早いかもしれんて。やっぱ広範囲をまとめて泣き払うっていうのがやっぱ強えと思うよ。光の結晶が集めるの結構しんどいな、多分。ちゃんと狙わねえと仕留めらんねん。行こう。ほい、今まで一撃倒したから敵が一撃じゃなくなったんですけど、結構しんどいよこれ。よし、さあようやくこの辺りは一回は倒しました。これやべえな。じゃなかなか初回からいい絶望を味わわせてくれたよ。頭狙ったらいい？頭狙ったらなんか出てくる？光出てくるかな。早く倒せるだけだな。光が欲しいんだよね今。よし、ほい、きついぞ。出たい巨人、まず腕を落として最後頭でいきましょう。じゃあ最後セオリー通りで狩りを楽しめ。楽しめって無理だろ。さあ腕ぶっ壊す。いいね。次もう一個いって腕をもぐ。きた、腕をもぐ。あいつすげえな。待ちなさい。よし、おい、足、次足、足ぶっ壊せ。一回腕、あ、外した。すげえ狙いがつらい。これほど強いとは。ダメだこれ、頭いこう。こんな奴がたくさんいるのか。うわー、腕奪われた。
え、これ腕何回も壊したら星ゲットできんじゃねえのこれ。あちゃ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 あ、じゃあ星の稼ぎ場、こいつは星丸、星狩りさんかな。ルーシー腕を壊せ。あ、死んでた、終わっちゃった。威力だけえからな、威力だけえから普通に腕だけで殺しちゃったわ。まあまあ、魔力回収しましょうちゃんと。まあ、でも十分の数のね星はね集まったじゃないのよ。よいしょ。でも炎の結晶、思ったよりはかなりね集められる。このペースだったら今回の試合でも1000個ぐらいいってんじゃねえの多分ね。え、よし、じゃあまたザコと共にやってくる。ほい、え、あれ自分で登らなきゃいけねえんじゃんこれ、めんどくせえ。ほい、やり重いのより軽い方がやりやすかった。まあやりどんどんどんでいっぱい広範囲つけたら強いからね。新しい確かにやり欲しいな。ねえ、なんかツリーで出てきてほしいよね新しいの、そろそろ。よし、炎千いる武器やろ。そうだ、めっちゃいるよな炎。作らなあかんわ。さあ登って、こんにちは。まだ俺に気づいてませんね。落とせ、あっ、腕、よし、みんな気づいた俺に。こんにちは、落ちろ、落ちろ、落ちろ、待って、危ねえ、怖い怖い怖い、落ちちゃった。腕伸びるんだ君たちねえ、ヨガフレームとか落ちる、ヨガ、よし、あっち、うぜえこれ、ちょ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 、頭いこう、おい、おい、腕落とす、足落とす、次、うざいうざいうざい、こっちが。じゃ、ほんと回復早いな、おい。で、おい。いてぇ、当たったかね、それ。おい。ちょ、頭つく。普通に今、頭じゃなかったな。頭つくの難しいな、これ。おい。おい。すごい、何、またなんで上から来んの、敵降ってくんだけどこれ。よし、ずるくないそれ、なんでこんな降ってくん、敵どうしようもねえじゃん、終わんねえ戦いじゃんこれ。よし、まだいる、まだいた、これどんだけいるんや、ダルシムだよね本当。ヨガヨガヨガ、絶対着想はヨガだわこれ。ヨガのパワー舐めてもらっては困るってやつだね。敵は近いぜ、よし、落ちろ、まあ、切り上げ2回だね、おい、まだ来るよめっちゃ何や、なんなんあいつ、飛んでいったんだけど、なんで上がってんのあいつ、落ちてきたよなんで降りてきたの、でも上がる意味あったのかな、はなはだ疑問なんだけど。倒した倒した、味方強えな、よし、降りようか、潰したい。さあ獲物奥にいんのかな、今のがヨガ、ヨガってやべえなあ。次敵の集団はあっちにいます、じゃあ行きましょう、いるなあ。いや俺爆殺したかったけどね、妹の爆殺ってさ、爆殺の攻撃力で一撃倒せる敵だからこそ意味があったんだよみんな。でもこいつら体力300普通に超えてるから役に立たねえっていう、すげえ辛い、マジであいつ強いんだよな。は
木が倒れた。よし。迎え撃つぞ。まだいるのか。よし。ナビで飛んでった。よいしょ。落ちろ。これで死なねえからな、本当。体力600、700、800ぐらいかな。2回撃てばいいよって。あれ、連発そんなできねえやつなんだよな、もう。痛えよ。ヨガしないの。よっしゃ、後ろ。ほい。敵がね、際限なく湧いてきますね、さっきから。やべえぞこれ。まあでも炎の魔力稼げるからいいのかな。いや、仕留めとこう。よし。まあでもね、炎の結晶で本当にこれから武器が多分最高に気持ちよくなってくると思うんでね。ちょっとそれだけ楽しみなんだよね、本当。次どんなね楽しい武器が待ってるのかっていう。早くね、なんか本当に超長距離でね、なんだろう、剣を振った敵が死ぬみたいな、そんなのが欲しいんだけど俺。炎だから効率引きやすいとかないのかな。多分ないと思いますよ、ね、そんな甘っちょろい仕組みはない。甘っちょろいのかな。よいしょ。いい。よし。さあ、あとはもうちょいだな。決めてくれ。味方がね、何の武器使ってるんだろうと思うぐらい結構強いんだよね。落とせ。スーパーエースなんだよな。よし。さあ、こっちの方もまた終わりそうだね。ここだ、こんにちは。へい。およー。ほら。いいね。へい。下切りはね、威力700あるんだけど、ほんと隙がでけえな、これ。使えなもんねえな。下切り。行こう。通常200。ちょっと待って、まだ待って、ちょっとレギンいる？あれレギンっていたっけ？あ、ちょっとレギンって死んだんじゃなかったっけ？今気づいたけど。あれ？強戦士いるじゃん。今なんか見たことあるなと思ったら。あ、お久しぶりです。生きてたんだレギン。ここが、ここは俺に任せて先へ行けってさ言って、よくわかんねえや。ね。気づくの遅いって、さっきからいたのずっと。レギさん、よし、おい、ムービーに出てきてくれていいのにな、レギ。よいしょ。ダメ、いてー、ガード間に合わんかった今。よし、おい、もっと早く強い、それ本当切れそう。よし、さあでかい巨人やっつけようか。ボイスが低かったから気づかなかったかね。気づかなかった、悪いな。みんなはいたじゃんって気づいてたの。レギンっていうのはね、序盤にいた俺の友達、マイフレンズね。うい、落ちろ。早く武器壊したい。うん、よいしょ。ほい、頭をダメだ、頭をでだ、それは頭狙いで。よし、さあ頭チョンパーできたね。あ、これ今の待って、みんな見た、みんなこの結晶って星じゃね。あれ、頭チョンパーで星なの、もしかして。あ、そういうこと。
じゃあ頭チョンパ積極的に狙っていかねえと。勝ったじゃんこれ。星が欲しいってやつだよね。星狩りさんだわこれ。いいねこれ。もう消してんじゃない。うん、欲しい欲しい。プロさん、さて、じゃあ今からまた内側行こうか。腕やって光取ってから頭。そうそうそう、多分戦い方はそうだよね。ほんと杖だけとか壊せなかったけど、あ、杖も壊せるよ。でも杖はね、多分光か土だと。よし、なんか右行ったり左行ったりなのがこのステージめんどくさいね。右行ったり左行ったり上登ったりっていう。まあええけどさ、使いて星が何、欲しい欲しいでしゅーって。星だけにそう、ピールウィングが欲しい。おい、移動モード使える。そうなの、ね、左腕がもうパンパン出せってやつ。どうやって上登んだ、さっき俺どうやって登ったっけ。みんな登り方忘れた男。こっち、もっとこっちかな。ねえ、クラコンが楽だよ。え、クラコンでもできんのこれって。やっぱヌンチャクでやるべきだと俺は思うんだけど。男はヌンチャクって聞いたことある。よし、戦を止めよう。俺の活躍を見てるがいい。あ、クラコンはできるけどつまんないんだ。やっぱね、男は黙ってね。よいしょ、音玉ってやつ。音玉いっぱいいるいっぱいいる。え、みんな俺のこと無視してる。つらいつらい。うん、消えろ。へい、炎みたいなやつ。まあ、クラコンってなんかね、多分操作的にはこのミリモコンを振るっていう動作がなくなるから、まあ、爽快感はかなり減るだろうね。ほんと爽快爽快ってやつ、ね、槍はクラコンの方が便利。でも忍者の楽しい。まあなあ、やっぱり Wii っていうゲームの特性上 Wii リモコン使った方が楽しいのは分かるわ。すげえ RRRT だよ。よし、やってくぜ。朝から元気じゃないよ。よし、結構眠てえもん今。寝不足なんだよね今日俺。高い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 。落ちよ。あ、今カッコ悪い、外しちゃった。やってくぜ。さあこれで終わりよ。ほい、また来た。あー、森がまだ来るぞ。数が多すぎな。俺たちだけではどうにもならん。逃げるぞ。かっこいいポーズ。いいな、刺せ。それしかない。ジョジョダッチってやつじゃない、もしかして。決めポーズ。よし、はい、ということで見事攻略です。あー、ほら、炎の結晶1000個。でも星の結晶8個だけだね。ちょ、星に気づくんが遅すぎた、もったいね。いや、星をガンガン枯れるねようになったら、もう多分全部で作れんじゃねえのっていう。セーブします。山燃えてんのにクリアかよって。山は別にいいってやつ。ねえ。山よりも大事なものがある。ねえ、なんでしょうね。よし、ゲームを進めると、クラコンは槍が普通に当たるから難易度結構変わるんだ。なるほどね。だって次のコースです。谷間を抜けて戦場を選んでください。ねえ、やばそうこれ。でかいやついっぱいいるじゃん。稼げるぞ。稼ごう稼ごう。さあ、とりあえず武器生み出しましょうか。どれがいいんだろう。敵でけえからな、マジ。作りたい武器を選んでください。困ったなぁ。はい、じゃあとりあえず何、オーディンの剣作りて。え、もうすぐ作れんじゃん。あと
あと1匹倒したら俺オーディになる。大ダラなる。大ダラ、大ダラなりたい。ほんと疾風絶技の剣作って巨弾の杖めっちゃいいじゃんこれ。作っとこう。マナがもうがっつり減るんだけど切れそう。オーディの土、オーディって何でも武器使えんのか。おめえはおめえはよ、必中の火炎技、これ超強くねえかこれは超強くねえかこれ。ねえ、あ、新しい太刀がある。作れねえじゃねえか。もうおもろいのいっぱいあるな。おもろいなこれ、いいね。ねえ、リモコンでやるよ俺、当てれるよ全然。さ、炎の、あ、武器作っちゃったからな今。負け、なにこれ、魔鋼の宝剣、なにこれ、槍、これ、威力1000、頭悪いんじゃねえこれ頭悪いんじゃねえのこの武器。あ、剛力つく、あ、マナが足りねえ、マナが足りねえ、マナが足りねえってなんか変わってんなこれ。射程線ってやばいよね、結構来てると思うよそれ。凍結の王弱、よし、なんかあった。重心の体験作っておきましょう。ねえ、あ、もうバリバリ作れるねこれ。バリバリ作っておこうかとりあえず。かなりね、もう武器ツリーだってこれ下ないもん。これ最後だよ多分。みんな終わりだよこのゲーム。終わります、皆さんまさかの最終回ですよもう。ほらだって一旦下これ終わりだもん。ここでともじゃんって。いや終わりじゃないよ、 JK 的に考えても。だって無理じゃんね。だってもうないじゃんっていう。マナは足んないっていう。ちょ、マナだ欲しいんだけど。マナだよーっていう。下マナだよーっていう。かわいい。やった。ここら辺作りてえな、次は。ね。ゲームを